はい。ということで、5回目になりますが、今日はですね、放送局 B の見どころというところで、北川さんに、来ていただきました。じゃあ、北川さん、放送局 B の見どころをぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、北川です。よろしくお願いいたします。早速、進めさせていただきます。まず放送局 B 班の取り組みっていうのを簡単にちょっとリストしているんですけども、まず一つ目、全体としてはやっぱり標準規格に基づいたシステムをまずは構築していますというところです。で、まあ、標準規格って言ってもいろいろあると思うんですけど、まあ、センプティであったりとか、VSF であったりとか、あと NMOS っていうものを活用して、今回システムを作っています。二つ目は、まあ、今回、ちょっとネットワーク的なところの、まあ、チャレンジとして、まあ、SDN のコントロールの範囲と、また IGMP に、まあ、を使った範囲で、ハイブリッドで、構成した、システムを作っています。で、SDN っていうのは何やってるかって言いますと、まあ、ネットワーク上の帯域の管理であったりとか、IP ストリームの経路の管理であったりとか、スイッチのモデルとかもたくさん使っていますので、マルチベンダーで、ネットワーク制御ができるっていうところを出しております。まあ、IGMP のシステムは、まあ、これまでの放送局様の IP システムの中では、かなり、幅広く使われてきたものだと思ってますので、まあ、設置単体でのコンフィグレーションで動く IGMP のシステムとの、まあ、接続というか、ハイブリッドな構成も可能なことっていうのをちょっとお見せしたいなと思って、システムを構築しています。三つ目なんですけども、まあ、今回ちょっとシステム全体を作る上での意識したこととして、まあ、システムの、まあ、その役割に応じて、区画化を意識して設計しているっていうのがありまして、ちょっと後で、全体の概念図見ながらちょっとご説明しようと思ってるんですけど、まあ、その回線マトリックスエリアとか、あとコントローラー&ランワンゲートウェイエリアとか、スタジオプロセスエリアとか、MOC スタジオエリアとか、スタジアムエリアとか作っていますので、ちょっと後ほどもまだ、細かく説明したいなと思ってます。続いて、監視モニタリングの充実っていうところで、今回監視系の機器がたくさんありまして、まずは、機器の、ま、故障監視として、行う。で、まあ、先ほど SDN のところでも説明したんですけども、ネットワーク監視っていうところで、帯域の監視や、ネットワーク経路の監視っていうところ、IP の、まあ、パケットレベルのストリームの監視っていうところの機材とか、あと、その IP をさらに、まあ、ベースバンドに戻した後に信号がどうなっているかっていうのを監視する。まあ、結構いろんなレイヤーで監視できる機材が揃っていますので、ここはぜひ見ていただきたいところだと考えています。続いて、まあ、TLS というネットワークプロトコルによるタリーとネーム連携システムっていうところも、構築していまして、ブロードキャストコントローラーと、あとスイッチャー、マルチビュー、カメラにタリーをつけたり、ネーム連携したシステムっていうのを作っていますので、まあ、より運用目線で使いやすいっていうようなイメージを持っていただけたらなと考えています。まあ、あとは今回IP のテロッパーなどもありますので、まあ、スイッチャーでテロップ合成したりですとか、まあ、それぞれ展示機材の設定方法とか、操作イメージっていうものも、ノート PC などたくさん用意していますので、まあ、触っていただいたり、見ていただいたりできたらなと思っています。ちょっと質問させていただきたいんですけど、はい。タリーとネームの連携というのは具体的に言うと、はい、どういうふうに連携していく感じなんですかね。操作イメージとしては、スイッチャーが、まあ、そのプログラムを取っているソースに対して、まずはタリーをつける。まあ、カメラなり、ビデオサーバーなり、タリーをつけるっていうのがありまして、まあ、さらには、ソースを取っているマルチビューですね。に対して、まあ、タリーがつくっていうところですね。で、ネーム連携に関しては、まあ、モニターに表示している、映像の名前を連携して表示する。まあ、あるいはスイッチャーの、コンパネの上に、まあ、アサインしている方のところに名前が表示されているんですけども、スイッチャーが選択したものの名前を表示するといったイメージになっています。なるほど。じゃあ、どっかで一箇所変更とかすれば、全部がこう、一緒に変わるっていうような感じになるってことですかね。はい。おっしゃる通りです。じゃあ、続きお願いいたします。はい。では、続いて、
まあ、先ほど見どころのところをたくさんご説明させていただいたんですけど、まあ、今回のその放送局 B、まあ、とスタジアム B のところのシステムの全体概念図みたいなのがどうなっているのかっていうのをちょっと説明していきたいと思います。まずですね、一番上に横長に大きく配置しているスイッチが、今回のシステムの、まあ、一番のその機関のスパインスイッチになっていまして、回線マトリックススパインスイッチというふうに、まあ、書いているんですが、このスイッチを起点として、その下にコントローラー&ランワンゲートエリアっていう機材とか繋がっていると思うんですけど、ここがですね、先ほど区分けされたシステムを作っているというふうに言っていたんですけど、まあその一つで、まあランワンゲートエリアというところで、各、他の設備、この図で言うとスタジアム B ですとか、あとデータセンター設備ですとか、そういった他の設備に繋がる、回線と繋がるような機材と、あとはビデオ、iPass という BCC コントローラーと全体を監視する監視装置。あと、放送局 B 全体の PTP を分配する GM などが、このエリアに配置されています。続いて、その左側にある、スタジオプロセッサーエリアという枠なんですけども、こちらにあるスイッチが、先ほど SDN と、IGMP で構成というふうに説明していたんですけど、そこで言うとこの IGMP の設備がここになってまして、スタジオ制作に使われる、各種、プロセッサー類を配置しているスイッチになってまして、まあ、MLSX30 はスイッチャーですけど、あと、ホーエさんの FA1616 という IP ゲートウェイとか、あと、タイプ R という音声ミキサーとか、MCM9000 というのはマルチビューでして、あと UMV3000 もマルチビュー。まあ、波形モニターの QXL と、あと、MVP1000VS という、まあ、ビデオサーバーとテロッパーという機材が今回は、展示する予定になってます。スタジオプロセッサーエリアの下に、配置されているエリアは、MOC スタジオ A というエリアになってまして、ここは上のスタジオプロセッサーエリアの機材を、まあ、制御する、まあ、各種コントローラー類を配置するエリアで、実際の番組制作のオペレーションさんは、この MOC スタジオ A というところにいて、コンパネを操作するっていうイメージで、で、まあ、スイッチャーのコンパネですとか、あと、まあ、ミキサーのコンソールですとか、カメラをコントロールするコンパネですとか、そういったものを配置しています。で、まあ、ただ、コントローラー類だけでは、絵が見れないので、1個だけ IP ゲートウェイを、MOC スタジオにも配置していまして、まあ、必要最低限の映像、まあ、マルチビューの映像だけ MOC エリアまで持ってきて、ディスプレイに表示するといったイメージになっています。ちょっと飛びまして、一番右側にあるスタジアム B という設備が、まあ、スタジアムという場所の想定したエリアになってまして、ここには、まあ、スタジアムですので、カメラであったりとか、あと、まあ、音声を取り込める、まあ、IP ゲートウェイであったりとか、まあ、そういった機材が配置されています。ここで、まあ、スタジアム B と放送局 B の間の接続の部分は、TR-07 という規格で転送を行っていまして、放送局 B とスタジアム B 間は、非同期で、PTP 非同期で、転送を行っています。スタジアム B 内は、PTP GM は、配置はされてるんですけども、まあ、あくまでここは、スタジアム B 内で同期を合わせるための GM になってまして、GPS とかの同、信号は、必要ないという、システムを使っております。もう一点ちょっと、チャレンジしているところとしては、今回、まあ、スタジオ B 内では、ST2110、放送局 B とスタジアム B 間は、TR0 の段。で、それに加えて、NDI の、信号も伝送を行ってまして、スタジアム B の一番右下のところに VR 設備っていうのがあると思うんですけど、ここは VR のカメラを1台置いて、このカメラを一旦データセンターまで映像を伝送しているんですけど、まあ、そこで、VR 合成というものを行ったものの戻しを、実は NDI でスタジアム B まで行ってまして、データセンターから放送局 B のスパインスイッチを経由して、スタジアム B の VR 設備まで NDI で転送をしているっていうのもあります。なるほど。じゃあ2110と TR-07 と NDI3 つが混合してネットワークの中に流れているということになるんですかね。はい、はい、流れています。それではちょっと私の方から何点か質問させていただきたいんですけど、まあ、SDN と IGMP を、使われているということで、この SDN と IGMP の、まあ、設計する
上での住み分けっていうのはどういうふうに考えられたのか、ちょっと教えていただけますか。そうですね。SDN のエリアは、この図でいうと、この一番上の回線マトリックススイッチと、まあそこにつながっているコントローラー&ノーマンゲートウェイの機材たちのが SDN のエリアになるんですけど、SDN の機能でやっていることとしては、ネットワークの、帯域の管理であったりとか、経路の管理をやっていますので、まあ、特に回線の帯域っていうのは限られているものだと思いますので、まあ、そこは、必要なものを必要な分だけちゃんと管理して通しましょうよっていうところで、ネットワークもちゃんと管理コントロールしなきゃいけないよねっていうので、SDN の設備にしています。一方で、まあ、スタジオプロセッサーエリアの部分が、IGMP の範囲になっていますけども、そこは、IGMP の、高速な、まあ、レスポンスを使って、あまり IGMP のエリアは、ローカルの、設備ですので、まあ、設計によってあまり帯域を気にする必要もないようにすることができるので、まあ、それよりも、より高速に、切り替えたいっていうところに重点を置いて、IGMP の設営の設備にしています。なるほど。まもなくですね、フォットステージが始まって、はい、まあ、事前にこうチェックが始まると思うんですけども、このフォットステージで取り組まれる内容っていうのはどういう内容になるのかちょっと教えていただいてもいいですか？ですね、フォットステージはですね、まあ、ここに表示されている機器のベンダーさん含め、まあ、データセンター側のベンダーさん、あとは、フォットステージ側のベンダーさんが、まあ、一拠点に集まるっていうところで、システム、まあ、全体での接続検証を、やる予定になっています。放送局 BT の機材でもそうですし、各設備間もネットワークにつないで映像伝送をすることになっていますので、今回。なので、そこの、構築と検証を行う予定です。なるほど。結構大変そうな感じはしますが、ぜひ頑張ってください。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、今回北川さんがこの放送局 B 全体を、まあ、設計されるリーダーということでいろいろとご苦労とかされたと思うんですけども、まあ、北川さんからぜひ、来場者の皆さんに放送局 B はぜひここを見てほしいというアピールポイントをぜひ教えていただければと思います。はい。まあ、3点ありまして、まあ結構その3点を頑張ったっていうところで、ぜひ見ていただきたいところなんですけど、まあ一つは、まあ先ほどにも説明したんですけど、やっぱりSDN で制御するっていう部分と、IGMP で制御するっていう部分を、まあハイブリッドで一つのシステムを作り上げているっていうところを、ぜひいろいろ質問していただいて、見に来ていただきたいなと思っています。二つ目は、まあタリーのとネーム連携の部分なんですけども、ここは今までの IP パビリオンでは、なかなかそこまで作り込みができていなかった部分だと思っていますので、まあ、今回それにチャレンジしようというところで、より運用に近いイメージを持ってもらえるように、展示したいと思っていますので、ぜひ見に来ていただきたいなと思っています。三つ目なんですけど、三つ目も、まあ、これまでなかなかうまくできていなかった部分もある、監視システムの充実っていうところにも、結構重点を置いてまして、まあ、一つ目のスライドでも説明したんですけど、まずは機材の障害監視から、まあ、ネットワークの経路の監視と、あと、IP パケットでの監視に加えて、ベースバンドに戻した後の信号の監視っていう、いろんなレイヤーでちょっと監視できる機材たちが今回集まっててますので、ぜひその辺も注目してみていただきたいなと考えております。はい、ありがとうございます。非常に盛りだくさんな内容が、放送局 B にもあるということで非常に楽しみです。北川さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。